先頭は7番の小川慎太郎だ。8番の熊崎大地が迫るも、9レース8番車小川慎太郎選手です。いいね、ありがとうございます。え、どうよ、今自信満々で走ってる雰囲気だけど。そうですね、まあ自信持ってはやれてますね、はい、別にこう準決勝目見たってやれるって感じするでしょ。そうですね、自分のやれることやったらね大丈夫と思います。なんとかなるっていう、はいはい、何がきっかけなの、急になんか安定してきたというか。そうです、まあルールをちょっとずつ覚えた何ルール知らなかった。いや全然知らなかったですもうルール無視してばかりだったんで。え、ルール無視してばかりだったんで。あ、そう、はい、え、何が一番大きいの。いや、 やっぱり順番守ることと。え、順番って、あの、行ったらいけないところでいつも行ってたんで。ああ、やっぱりしっかり順番守ること。行ったらいけないっていうのは、ルール上行ったらいけないとこ。いや、そんなことじゃないですけど。そんなことじゃないでしょ、はい、仕掛けるタイミングとかが、ね、やっぱりある程度流れに乗って仕掛けるようになったと、はい、そうですね、多分そうだと思います、ね、はい。あとはやっぱり若手、ね、まだ若手なんだけど、はい、一応ね、はい、あの、キー的にはね、でもあの、一応年齢的にはみんなより、ね、少しあの上だけど、はい、他の若い選手がいっぱい出てきたってのも大きいじゃないの。そうですね、後輩もいるし、うん、まあ、四国全体がすごいいい空気なんで、うん、ね、はい、あのこの間のウィナーズカップなんかね、みんないい感じだったし、はい、そうですね、もう自分でもやっぱ自分の仕事しないといけないっていうのがあるんで、うん、責任感があります、ね、はい、でやっぱ優勝とかをするとそれがまた自信につながるだろうし。そうですね、まあ、自分でやれることやってしっかり結果出したいと思います、ね、いい仕事に就いたなみたいな。そうです、前の仕事よりは向いてるかなと思います、ね、はい、あのお金ボンボン入ってくるし。そうです、まあ、もっとボンボン稼げるように頑張ります。そう、はい、優勝したら6000万あるよ。そうです、車が欲しいです、ね、はい、どんな車でも大概買えるよ、はい、ね、はい、うん、じゃあぜひあの決勝乗って優勝して、はい、あのそうするとグランプリも決まるんで、はい、1億も稼げるし、はい、いいことばっかりじゃないか。はい、まあ、目指して頑張ります、はい、頑張って、はい、ありがとうございます、はい、あの非常に楽しみな選手ですから期待してください。